ゴール前チャンスだ、シュート、ゴール、守りも粘りで、はい、前の真剣チャンス、シュート入った、ゴール、10番の新井ですね、上りでしょうか、の応援席ですね、こちら日本語、シュート、中島のセンタリング、ヘッドのシュートはどうだ、決まったか、決まった、ゴール、船越2点目、素晴らしいゴールがたくさん生まれたんですがね、なんといってもこの清翔の点取りが安永君の活躍が素晴らしかった、はい、どういうところが素晴らしかったですか、安永君は、ね、あのボールのもらい方がすごく上手なんですね、肩の力が抜けてて、で一番すごいなと思うのは、ね、スルーパスのもらい方が、ね、やっぱ天才的だなと思うんですよ、はい、あの感覚を持っている高校生ってあんまり少ないんじゃないかなと思うんですよね、はい、なるほどね、そうなんだ、ね、安永君、安永君はまだ2年生です、ね、つまりまた次回があるんだけども、もう多分ね、いろんな高校で練習が始まってると思うの、それに向けて清水商業のね、次の2年生としてちょっと一言、来年にかける意気込みというか、僕たちも一生懸命頑張って、またこの大会に来れるように精一杯努力して頑張ります。そして川口くん、川口くん卒業なんだけども、はい、またみんな後輩全国で頑張ると思うんだ、はい、優勝のキャプテンとしてね、一言みんなに、日本全国のみんなにお願いします。いつやっぱ練習の積み重ねで必ずいい結果が生まれると思うんで、負け続けても、まあ、最後まで諦めないんで、必ず、まあ、一生懸命やれば絶対いい結果が生まれると思うんで、こう毎日の積み重ねっていうんですかね、あと手を抜かないことですね、手を抜かないことね、本当に国立で試合ができるっていうのは幸せなことでしょ。そうですね、やっぱ世界一決定戦もやってるんで、サッカーマンにとったら、まあ、特に日本人にとったらもう最高の舞台だと思うんで、まあ、その舞台で優勝できたってもう本当に最高ですね、うん、そうですね、幸せです。浅岡さん、はい、今日で決勝戦終わりました。そうですね、振り返っていかがでした。今大会はいろんなことがあったと思うんですが、まず変わったところがあったと思うんですよ。それは選手たちの意識が変わったと、それはやっぱ J リーグが上にできたことでね、高校選手権を自分たちの最終目標だと思わなくなってしまったと、上を目指す選手が出て、これすごいことだなと、あとそれに伴ってやっぱ変わらなければならないことが出てきたと、それは自分たちのね、やっぱサッカーそのものにみんなが注目してますから、選手にも注目してますから、うん、ですからこのサッカーから学ぶことが多いわけですから、うん、それをベースに、ね、やってる人もやってない人も、頑張ってほしいなと思います ね、大滝監督、そして本当にみんなおめでとう、そしてまたこれから羽ばたいて頑張ってくださいね、本当におめでとうございました。おめでとうございました。新しい夜明けを迎えた日本サッカー、その太陽をさらに強く押し上げたのはこの選手たちです。みんなあの心の通い合ったパスを、そしてお互いに感じた目の輝きを忘れないでください。サッカーボールは世界中で君たちを待っています。今こそ未来に向かって胸を張って踏み出す時です。サッカー未来人たちよ、今試合開始のホイッスルは鳴りました。